選挙の時中にインタビューするってことは不偏不党で、応援するためにねやるという、やっぱりジャーナリストは応援団になってはいけないと、うんうん、すごく思うんですけど、応援屋にはならないと。とはいえですよ、やっぱり取り上げてきちんと伝えるということは、ねえー、有権者が判断していく材料を与えるという、何もあんなかったですからね、日本のメディア、マスメディアはねすごかったですね。もうひどかった。だからあそこまでやると思わなかったな。露骨ですよね完全に統制マスコミだって分かるでしょ。だから私のねツイッターのフォロワーが記者会見してバッと増えたんですよ。で選挙中もずっと増えたんですけど、選挙終わったらねもっと増えるんですよ。ああ、そしたらね、取り上げられるようになった、ね、選挙終わってようやく令和新選組のこと知った人とかが今頃知ったバーってフォロワー増えて、選挙中よりも終わってからの角度高くて、めちゃくちゃだな、この国、めちゃくちゃですよまあそういうこういう選挙戦で、まあ、楽しくパフォーマンスしましただと自己満なんですけど、多くの人にこのなんていうか大事なことを、まあ、日頃のね東大行って帰ってくるだけだとできない、多く今まで会えなかったようなタイプの多くの人々にお会いして語りかける、ねうんうん、それがどんな風に届いたかなっていう手応えみたいなところですか。それはやっぱまずフォロワー数とか、ね、ツイッターの、1万8000ぐらいだったのが4万3000ぐらいまで来てるんで、倍増ですね。倍増どころじゃないですよね、もう2万5000人ぐらい増えたん で、でしかもまあそれまではやっぱり結構なんていうの、リードオンリーみたいな人が多かったんですけど、ああそうか、書き込んでこないんだ、アクティブに書き込んでくる人がどう接していいか分かんないみたいな新しく入った人たちがすごいアクティブに入ってくるので、ああそうなんだ、全然コミュニケーションの濃度とか密度が変わってるし、まあ、それ以上にまあ多分本がほとんど売り切れになっちゃって、アマゾンで、じゃあ手に入んないとかってみんな騒いでるんで、今までの本を気づいたと、でまさかそのもうちょっとこう心の話をしてくれる人だと思ったら満州国の研究もあるいろんなのがあるんでやっぱりその令和新選組の各候補者はね、自分の声で自分の話をするっていう、みんなほら社会問題当事者だよねその自分の声で自分の話をするっていうことが最大のインパクトだったんだろうと思ってるんです、うん、そうですよね、うん、僕もこんなこと言っちゃあれですけどね、山本太郎さんが一人で お出になった、うんうん、そしていくらか集めれば二人三人は仲間ができる、はいはい、それが落ちるかもしれないけど、で声をかけたのが長谷池さんだった、うんうん、安住さんだった、ここまではね、まあ何と言うんですか、僕にとってはそういっちゃなんですけど、おなじみさんで、うんうんうん、通貨で電話でもすぐで話せるし、うんうん、なんて言うんでしょうね、まあ、今までインタビューの続きみたいな感じになっちゃうから、若干インパクトないなこっち側的にはね、世間はまた改めて蓮池さんの話聞きたいとか、安住さんの話聞きたいと、だって今までの、ポジションと違うところに立って候補になったんだ、うんうんはい、ただびっくりしましたね、日直さんとかね、あ船子さんとかね、木村さんとか ね、それからやっぱり渡辺さんは健常者だけど、パンチ力ありましたね、そうですね、うん、もうその全女性と貧困女性代表してる感じの感があって、こういうその あと野原さんもね、うんうん、これは創価学会にいながらのすごいですよ ね、 ねこういうことこういうの球の選び方とすごかったなと思って、皆さんのね、うん、こういう自分が苦しんでるんですよ、それを言いたいんです、三井さんもそうですよ、そうですよ、で この方々のたくさんの仲間が死んでますから ねその怒りですよね、というとんでもないエネルギーなんで、やっぱり社会問題当事者っていうのもやっぱりそこで苦しんでる、このシステムの中で発生している暴力を体感した人が告発してるっていう形ですよね、そうそうそう、で告発した人が参院選に出られる、そうそう、自前じゃ無理です、うん、弱者だから、そうなんですよ、でもそれをみんなの寄付で、ね、押し出しましょうっていうのがね、それがすごいところだったと思ってて、でみんなやっぱりこのガレー戦漕ぎ続けて疲れ果ててるので、うん、できないですよ、ね、だから新橋の駅前でサラリーマンが立ち止まってくれるんだと思うんですよね、うん、この MMT とはね何かみたいなのは、うん、松尾先生の独創じゃないので、やっぱりアメリカ発じゃないですか、でもちろん松尾さんは MMT にコミットする前にアベノミクス、まあ、来三本と言ってもいいのかな、うん、戦略本のように編集された共同著者の本があるんですよ、うん、でそれもほとんど安倍さん側の
学者で、うん、唯一と言っていいぐらい左派というか、まあ、その安倍さんとかね、かんあの権力とさ多分関係ないだろうっていう人入ってて、うんうん、本当は左派がねやるべきだったというようなこともおっしゃってたり、うん、まあそうですよね、あの時は民主党政権で、ね、どうせやるならやっときゃよかったですよね、うんうん、そういうことをこの、まあ、あの言っている。だから、まあ、山本太郎さんの考え方は松尾さん、そして松尾さんの考え方はそれ以外の、うん、まあ、ステファニー・ケルトンとかね、ランダル・レイとか、うん、だから彼らの言ってるもの、私はこの議論の問題点はその構造が変化したからこうなったっていう視点が抜けてることだと思うんですよ、うんうん、その構造の変化って何なのって、それはつまり貨幣っていうものが経済の中心でなくなりつつあるってことなんですよね、うんうんうん、単なる、なるほど、記号である。資本主義時代は貨幣が経済だったわけです、うんうんうん、でも現代においてはもう貨幣というのは記号に過ぎないというか、まあ、基本性のところで大きな変化がありました ね、 ましたね。で俯瞰紙幣になった、うん、でそしてそれ、その後にでもその、うん、貨幣を出せばインフレが起きる時代がずっと続いたんです。ました。それがどんなに出してもインフレも何にも起きない時代が起きてきたんですよね、うんうんうん、2000年に入って、ここの時にインフレと金融政策っていうのは非常に密接なつながりがあって、今回言ってることも財政出動と抱き合わせだから、うん、いわば金融政策の、そうなんですよ、再度やれと言ってるように、まあ、大規模なんです。金融政策をはるかに上回りますよね、うん、いうふうに聞こえますでしょ、うんうん、でそういうふうにして、やるということがこう一つとこっち側にあるわけです。で、まあ、MMT の基礎みたいなことをちょっとおさらいすると、うん、どのか、まあ、いろんな方が言ってて、全部が誰かが例えばマルクスって言うような、ケインズって言うような人たちじゃないから、ただ一定してんの、一致してるのは自国通貨建てであるという話がまず、うんうん、そうですね、自国通貨を持ってない、例えばヨーロッパの国々はもうユーロでまとまっちゃってるから、うんうん、じゃあギリシャは自国通貨の主権、うんうん、ある通貨主権あるのかってないですよね。そういう意味では自国の通貨主権があるということ、これが一つと、それがもう一つ必ず言ってるのが前提条件で、徴税権がちゃんとあるというか徴税能力のある国家でっていうことが入ってるわけです、うんうんうん、でこれが僕はすごく重要で、またくせ者で、あ、みんな聞き逃してることで、うんうんうん、僕後で全部徴税しますよって話だと思うんですよ、これ、うんうん、徴税で、だから、いや、徴税じゃないです、だから徴税権があって金利だけ払えばいいって話なんですよね。でも土管が来た時には、土管が来た時のは来ないって言ってるわけですよ。でも徴税権があるということは、僕は、うん、かつてのね、土管が来るんだったら飛んじゃいますよ、飛んじゃいますよね、だから土管は来ないんだって話なんですよ。だからそう、土管が来ないって誰も僕は信じられないわけですよ、うんうん、まあ、ハイパーインフレっていうのことは、ハイパーでなくてもいいです、インフレ、通常のインフレかもしれない、あるいは僕ら通常のインフレとハイパーインフレは全く違ってて、うん、その通貨に対するその交換手段としての認識が消えるのはハイパーインフレですよね、ぐらいのものですよね、まあ、グラデーションはあるでしょう、うん、例えば僕は 生身で現実に見て体験したのはロシアのインフレ、で、あれをハイパーインフレということもできれば、非常に強いインフレということもできるだろうけど、うん、まあ、確かにルーブルは意味を失っていくわけですよ、だって行く旅ごとにこんな山が大きくなっていくんだもん。紐で結んであるんですよ。